圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。始まりました、ソングス&ドックスです。これうちのベランダから、まあ、赤羽のね、私の居場所からの見える光景です。解体現場、それから先に作ってる方のマンションですか、建築現場と非常にうるさい日々を送っていますね。同時進行。さて、今週の1曲ですが、言葉を全部過去形にしてという曲です。仕事の中で使われる過去形言葉から、着想した曲だったと思います。もう10年以上前になるのかな、なるかもね。結構前の曲なんですね。言葉を全部過去形にしてライブバージョンでお届けします。真夜中君から手紙が届いた。地球の裏側みたいな写真を添えて、今どこにいて僕を思い出してる。ただそのことだけを伝えるみたいに、寂しくないのが不思議なくらい、終わってないのもおかしなくらい、二人でなんて暮らしてもいないのに、どっかでこうしてつながっている。酔った頭で返事を書こうと、言葉を全部過去形にして、君との時間を思い起こせば話は決まってややこしくなる。てなく歩いた夜の散歩道、はじけて過ごした仲間の時間も、遠くで暮らすと告げた君も、黙って髪を撫でてただけの僕も、遊びに来てねといつものように、君の手紙はまた結ばれていて、この季節変わればといつものように、僕の返事はまた始まってしまう。言葉を全部過去形にしていかがだったでしょうか。あまりの工事現場のうるささに、紹介の言葉が聞こえたかどうかっていう感じもしますが、
この私の住まいというか仮住まいというか、うなぎの寝床といいますか、うなぎそのものみたいなね、横にすごい長いというか細いスペースでしてね、その細いスペースがこうなんていうの、反対側に今逃げてきて、工事現場と逆側にいるもんですから、やっとこう普通の街の喧騒ぐらいの感じになりましたかね。桜の季節に確かこの学校の景色なんか使ったことがあったような気がします。そして今赤羽の駅ですが、電車の入ってくる音がしますね。もう10月もね、最終週ですよ。もうなんかすごい暑い前半と急激に冷えた後半みたいな感じでしたね。今日はちょっとポカポカして、特にちょっと今日黒い服着る用事があるんで、黒服なんで暖かくて過ごしやすいような気もいたします。いよいよ本格解除ですね。栃木県だとちょっとわかりにくいかな。でも県南はそうだよね、多分ね。東京は本当にいよいよ解除で、無制限に酒もっていうか店もやっていいような雰囲気です。大塚でのライブもありますね。いいんだね、普通にやれるんですね。ちょっと不思議な気がします。また来週お会いしましょう。